国道沿いにある誰もいない元葬儀場安らぎ総裁と書かれた看板の下には掲示板だったのか雑然と置かれていますここで昨日出入口のドアがが開いてるる建物がある警察官が葬儀場だった建物の中で見つけたのは二つの棺 この中に入っていたものは？遺体は棺に入った状態で見つかったということです。棺の中には2人の遺体が。1人は60代から70代くらいの男性が不段した状態で。もう1人も成人で、いずれも身寄りがわからないといいます。市内の中心部からほど近い国道沿いにある。この元葬儀場。 2年ほど前に営業を終えていたとみられます全然手入れが行き届いてないし、うん、とても営業しているふうには見えなかったです1年以上前にはやめてた気がしますけどちょっと気持ち悪いですよね <laughs> 一体なぜ葬儀場だった建物に腐乱していた遺体があったのでしょうかこの葬儀場を経営していた男性は一昨日この現場を訪れていたといいます 棺を持ったからあ、これは遺体遺体が入っておるなっちゃうのがすぐ分かった,<ー>ったご遺体二体見つかったみたいだたけど。あ、そうそう二体あった。昨日あったら二体あった。昨日あ,あった。うん、その棺の中のご遺体も見てる。いやだもんな似匂いがするもんで、ね、すぐ分かるじゃん。<ー>それは通報はしないんですかお父さん自身は。はいやそんなことはまああのそのもうずっとそういうことをやっとっただもんで、ね。建物内に遺体があったものの警察に通報しないと話した男性。 一体なぜ行政から預かっておるもんだなっていうことは分かってたから何とも思わんわけ行政からご遺体をお預かりして安くね身元不明をでだから身元が分かるまでお預かりして一般的に身元が分からない身寄りがない遺体は市町村から葬儀会社へ安置を依頼ただ葬儀会社で収容できない時などは

東海テレビの取材に対し5、6年前から行政に頼まれた遺体を置いていた他の葬儀場にも置いていたがほぼ閉鎖してしまったのでここしかなかったなどと話しました岡崎氏は今回の業者に遺体の引き取りを依頼したことはないとしていて警察が親族の確認を進めています